アイテム番号 SCP-405JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル月という地理条件。極めて規模が大きいことから SCP-405JP に対して有効な収容方法は未だ確立されていません。大策として財団と各国政府間にルナの遺産協定が締結され、現在も履行中です。その主な項目は以下の参考です。1、月の裏側の観測は当面停止。2、右画像が月の裏側であるというカバーストーリー。月の裏には海が少ない。オルフ。3、民間レベルで観測が行われそうになった場合は、法律上の問題を名目に阻止。全項目は諜報局政治工作部の職員以外には非公開です。説明、SCP-405JP は月の裏側のうち、氷道によって地球からでも観測できる外縁部分を除く範囲、以下、発生範囲で発生している大規模な認識災害です。発生範囲を観測した人間、以下、観測者、は、それぞれ異なる様相を認識します。SCP-405JP 観測者による発生範囲の証言例、全文は宇宙開発センターのサーバー、ファイル SCP-405JP 群を参照。1、光り輝く巨大な建造物が立ち並ぶ未来都市、空飛ぶ円盤が飛び交い、その窓から月の住人たちが手を振っている。2、溶岩の海、氷の巡礼、人骨でできた宮殿、ベルゼブブやアスタロトが罪人たちを拷問し、ルシファーが血の杯を煽りながら、こちらに向かって呪いの言葉を吐きかけている。3、ウサギが棒で容器に入った白い物体をついている。古代日本の貴婦人の服装をした女性が、涙を浮かべてこちらを見上げている。4、ナチスの残党が築いた月面基地で、宇宙戦艦ネオヒンデンブルクが建造中。ヒトラーがこちらに拳を振り上げながら、ドイツ第三帝国の復権を叫んでいる。5、知性を備えた生ける紫色の海が地球に向かって、以下、不明瞭。観測者は自分の認識が真実であると強固に思い込み、さらに衝動的に他者へ伝えようとします。証言の中には物理法則とそぐわない事象、実在するとしても宇宙空間から観測できるはずがない事象も含まれますが、それらを指摘しても観測者は受け入れません。この症状は C クラス以上の記憶処理によって治療が可能です。財団が SCP-405JP の存在を確認したのは、旧ソ連によるルナ計画において1959年に史上初めて行われた発生範囲の観測時でした。無人探査機ルナ3号が発生範囲の撮影を開始した瞬間、バイコヌール宇宙基地の職員たちが突如パニックに陥りました。医師が聞き取りを行ったところ、蒸気のような証言が得られ、これが認識災害であると判明、SCP-405JP の認定に至りました。基地の職員たちには記憶処理が施され、公的にはルナ3号、およびその後継機によるルナ計画は概ね成功裏に終わったものとして記録されています。なお、1961年から予定されていたアメリカのアポロ計画は、削除済み、ルナ3号が撮影したオリジナルの磁気テープ、SCP-405JP、フィルムにして、ハサイト、81、の高危険度オブジェクト隔離区画に保管されています。第1次実験で磁気テープへのコピー。第2次実験でデジタルディスクへのコピー。第3次実験で紙へのプリントアウトが行われましたが、いずれも視聴した被験者は特性に被曝する結果に終わりました。そのため、発生範囲の実相は未だに不明です。有効な対策が用意できるまで、実験は停止されています。ホイ、博士、USA 本部所属、当 SCP 事案初代研究主任、のコメント。不明点が多い当オブジェクトだが、これだけは言える。観測たちの証言には、一つだけ共通点があると、空飛ぶ円盤に乗ったルナリアン、プリンセス、竹取、地獄の大魔王、外見はバラバラだが、何らかの存在がこちらを、観測し返している。
している点だ。お前が深淵を覗き込むとき、深淵もまたお前を見つめている。ニーチェだったかな。2010年月日緊急報告。閲覧には諜報局政治工作部の許可コードが必要です。セキュリティコードを確認中。諜報局政治工作部のメインサーバ応答を待機中。セキュリティコードの照合が完了しました。報告内容を開きます。レベル4懸念事項。共和国宇宙開発センターにおいて、月の裏側を観測する計画が進行中との情報あり。信頼度 87%。観測映像がマスメディアを通して配信され多数の観測者が発生した場合。記憶処理等の対応が間に合わず UP。クラス世界変動シナリオに発展する恐れあり。同国は、ルナノイ3、協定に非加盟であり。政治工作による阻止は困難と予想される。諜報局は実力行使も視野に含めた対策を準備中。サーバーアクセスリクエスト、例外的な処理です。保安上の理由から関連ログが表示されます。コマンド、編集ロックが強制解除されました。アクセス ID。だが、コニー、好き教に、どうして、邪魔ぬ、ねの、あなた、る、血に会いたいのに、会いたいから、C8O をわだかまり、したのに、どうかお願い、私に、会いに来、ワーニング、不正なアクセスを検出しました。セキュリティ、編集機能をロックします。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。